フォードモデル T は、アメリカ合衆国のフォードモーター社が開発、製造した自動車である。アメリカ本国では、ティンリジーなどの通称があるが、日本では T 型、フォードの通称で広く知られている。1908年に発売され、以後1927年まで、基本的なモデルチェンジのないまま、1、500万7、033台が生産された。自動車でこれをいだのは、 唯一2100万台以上を生産されたフォルクスワーゲンタイプ1が存在するのみである。その廉価さからアメリカをはじめとする世界各国に広く普及した。基本構造自体、大衆車として十分な実用性を備えた完成度の高い自動車であり、さらにはベルトコンベアによる流れ作業方式をはじめ近代化されたマスプロダクション手法を生産の全面に適用して、 製造された史上最初の自動車という点でも重要である。モデル T 以前1896年に自力で最初のガソリン自動車を開発したヘンリー・フォードは1899年に新たに設立されたデトロイトオートモビル社の主任設計者に就任するも出資者である重役人との対立で1902年に退社した。その後任には精密加工の権威である。 ヘンリー・エムリーランドが就任し、社名をキャディラックと変更している。ヘンリー・フォードは1903年に自ら社長を務める新自動車会社フォードモーター社を設立、デトロイトに最初の工場であるピケット工場を開設した。その初期には、車体中央部床下に2気筒エンジンを搭載して、チェーンで後輪を駆動するバギーと呼ばれる種類の小型車を生産していた。 当時のアメリカの道路は悪路が多くヨーロッパ車に比べて洗練されていない形態のバギー型車の方が帰って実情に即していたからである。1903年のモデル A、1904年のモデル C、1905年のモデル F がバギーに当たる。しかし、ほどなく本格的な自動車が求められるようになったことから、1905年のモデル B では、 フォードの量産車としては初めて直列4、気筒エンジンをフロントに搭載し、プロペラシャフトで後輪を駆動するという上動的なレイアウトに移行した。1906年には出資者であるアレグザンダー・マルコム・ソンラーの移行で、大型の6気筒 40HP 高級車、モデル系も開発したものの、生産の主流とはならなかった。フォード社は、 当時からあくまで小型大衆車生産に重点を置いて活動していた。モデル N の成功1906年末にはバギーモデル F に代わる本格的な4気筒の小型車、モデル N を発売した。2気筒 12HP のモデル F が1000ドルであったのに、対し4気筒 17HP のモデル N は量産段階におけるコストダウンが図られ半値の500ドルで販売された。 まもなく、派生型として、モデル R、モデル S も開発されている。モデル N は、極廉価で性能が良かったため、売れ行きが良く、その成功は予想以上であった。このため部分的な流れ作業方式の導入が図られ、工場の拡張も進められたが、それでも生産が需要に追いつかなかった。当初から量産を考慮して開発された、モデル N シリーズであったが、 さらなる需要に応じるには既存の体制では限界があり、フォードは生産性の根本的な向上を図ることを迫られた。そこで、モデル N の設計から多くを参考にしつつも、全体を一新して、性能を向上させ、なおかつより大量生産に適合した新型車の開発を1907年初めから開始した。これが、後のモデル T である。 モデル T の開発当時のフォードにおける先進性として部品互換の達成が挙げられる。1900年代の自動車の多くが個別部品の均一な加工精度確保に難があり、最終組み立て段階での手仕上げによる調整を強いられていた中、フォード社はこの時点で既に先行するキャディラックのヘンリー・リーランドの流儀に習いマイクロゲージを基準とした規格化によって、 部品互換性を確保していた。ここでは、ミシンメーカーである、シンガー社出身で、フォードのプロダクションマネージャーに短期間ながら、就任していたウォルター・フランダースが重要な働きを行っている。部品互換の実現は大量生産の大前提であり、フォードは、この点で、大衆車業界での競合他社に一歩を先んじていた。一方これと同じ頃、 夜金学の研究が進んでいたイギリスにおいて新種の高速度光バナジウム光が開発された。従来の鋼材に倍する張力を備えながら軽くてしかも高速切削加工が可能という自動車用の素材として理想的な材質である。ヘンリー・ホードはこれを知り新型車にバナジウム光を多用して生産性向上と軽量化を図ることにした。 モデル T の開発作業は1907年初めから開始された。ヘンリー・フォード自身をチーフとし、C ・ハロルド・ウィリス、チャールズ・ソレンセンなど、社内でも限られたスタッフのみによって極秘に進行されることになった。作業には、ピケット工場内の個室を特に当て、ヘンリーの指示に基づいて、ハンガリー出身のジョセフ・ガラムが作図を行い、別室では19歳の機械工。 チャールズ、J. スミスが実際の部品製作に当たった。ヘンリーはしばしば長い時間ユスリースにもたれつつ、部下に指示を行ったという。実験段階における初期の試験台には、実績のあるモデル N シャシーが利用された。発売1910年式モデル T ツーリング。初期の典型的なモデル T であるモデル T は1907年10月に、最初のプロトタイプ2台が完成。 翌1908年3月に発表されたが、市販開始は同年10月からとなった。デトロイトのピケット工場で最初の市販モデル T の1台がラインオフしたのは1908年9月27日のことである。モデル T は当時のアメリカにおいて小型車カテゴリーにあたるクラスで最初600ドルの格安価格での販売を計画されていた。だが実際には、 コストダウンが追いつかず、モデル N より、やや上級のクラスとして850ドル以上の価格で発売された。それでも、同クラスの自動車が1000ドル台の価格帯であっただけに、非常な好評で、翌1909年4月までには3ヶ月分のバックオーダーを抱えることになり、7月までの受注停止を強いられた。1909年の1年間だけでも1万台を、 超えるモデル T が生産され、当時としては、桁外れのベストセラーとなった。この大ヒットに直面したヘンリー・フォードは、並行生産していた小型車モデル N、R、S や高級車モデル K の生産を停止し、モデル T ただ一種に絞り込んだ大量生産を決断した。以後のモデル T の歴史は、モデル T という単体の自動車自体の発展以上に、 大量生産技術の発展の歴史であった。ヘンリー・フォードと彼のブレーンたちは、モデル T という元々完成度の高い実用大衆車を、早く大量に効率よく、そしてより廉価に供給することを目的に活動した。フォード社は販売後のサービス体制にも配慮を、怠らなかった。アメリカ全土で広域にわたるサービス網を整備し、補修パーツがストックされるデポを各地に設置した。 モデル T はもともとタフで故障も少なく作りがシンプルで素人にも整備しやすかったがアフターサービスの充実はユーザーからの信頼をより高める結果になった初期モデル T のフォードザ・ユニバーサルカーウォッチザ・フォーズ・ゴーバイといった宣伝フレーズからもヘンリー・フォードがモデル T に抱いていた大きな自負を伺える1910年ピケット工場に代わる主力生産拠点として 当時世界最大級の自動車工場であるハイランドパーク工場がデトロイト郊外に完成した。60エーカーの面積を取った明るい工場は大出力、ガスエンジンと電気モーターを動力源に用いた近代的生産設備を備えていた。この頃フォードでは部品の大規模な内製化を始めた。外注部品の供給状況によって 生産効率が左右され、引いてはコストが上昇することを、ヘンリー・フォードが嫌ったためである。モデル T は1912年型から生産性を高めるため、従来3種類から選択できたボディと色を黒のエナメル塗り1色のみに絞り込んだ。黒塗りを選んだのは、黒塗装が一番乾きが早く、作業効率が良かったからである。この頃のフォード社イコールすなわちモデル T の、 販売台数の伸びはすでに著しいものがあった。増産体制が強化され、1912年には、月産1万台を超えた月は4月と12月だけだったが、1913年に入ると1月以降、生産台数は毎月1万台を超え、4月から6月にかけては、月産2万台を超えた。流れ作業方式へ、フォードのピケット工場における初期の自動車生産は、 基本的には一箇所に据えられた自動車シャシーに各工程を担当する作業員が入れ替わり立ち替わり部品を取り付けていく形態であった。当時はどの自動車メーカーも似たり、よったりの製造方式をとっていた。生産台数がごく少ないうちはこれでも済んでいたが、フォードのように大規模な量産に取り組む場合、据え置き組み立てでは効率が悪すぎた。 フォードではすでに1908年の時点から工場内の部品供給、移動の合理化によって生産効率を高める工夫が始められていたが、最後に生産効率改善のネックになってきたのは、組み上がっていく製品を移動させることだった。チャールズ・ソレンセンら、フォードのエンジニアたちは、シャシーをソリに乗せて移動効率改善を図ってみるなど、試行錯誤を重ねた。一方、 複数工程をシンクロナイズして同時進行させ組み立て効率を高めるライン同期化への試みも行われている。初期のモデル T の生産も基本的にはモデル N と同様な手法が取られていた。ハイランドパーク工場稼働開始時点でもフォードの生産方式はまだ従来の域を脱していなかったが当時のアメリカは労働力不足の状態で限られた人的資源の枠内で 抜本的な変革を行い、生産効率を高めることが早急に求められていた。広大なハイランドパーク工場であっても、写真末置き組み立てのままで、月産2万台から、さらに増産を図るには、床面積が不足しており、1913年には6階建ての新工場棟、W 棟、X 棟の増築が行われたが、工場を単純に増築するだけで生産性が高まる。 わけではなかった。フォードが本格的な流れ作業方式を導入したきっかけについては、シカゴの食肉処理工場での実例を見たヘンリー・フォードの発案という俗説があるが、実際にはそのように単純なものではなく、フランダースやソ連戦らによる数年間にわたっての試行錯誤の結果、ハイランドパークへの生産移行後に満を持たして徐々に導入を始めたのが実情のようである。 流れ作業という生産手法自体はフォード以前から存在していたのであるが、俯瞰的な視点から大規模な流れ作業システムを構築し、それら複数を連動して機能させるようにしたことが、フォード社の画期的な功績であった。本格的な流れ作業導入の最初は、エンジンのフライホイールだった。1913年4月時点で、モデル T のマグネトを組み込み式、フライホイール生産は、 一人の作業員が全工程を専属で行った場合、一個あたりの完成まで20分を要した。ベルトコンベアの流れ作業方式による分業体制を用い、各工程で作業員の動きに無駄の生じないポジションを取らせるなどの対策をとると、フライホイール一個の完成所要時間は13分に減少し、さらなる改良で1914年には、 フライホイール1個を5分で組み立てられるようになった。前年の4倍の効率である。この手法で他の工程についても同様な分業による流れ、作業方式を導入していった。1913年8月からシャシー組み立てのベルトコンベア方式切り替えを開始、同年11月からはエンジンについても同様にライン生産化に取り組み始めた。 フォードシステム1913年から1914年頃のハイランドパーク工場におけるモデル T のボディとシャシーの仮想ライン光景。立体化まで駆使した量産ラインのセンクレイとして引用されることの多い映像である個別作業ごとの標準作業時間と手順が定められ、実験中にはヘンリー・フォード自らストップウォッチを手に作業員の動きを注視したという。結果として、 生産過程では、フレデリック・テイラーが提唱した科学的生産管理法、テイラーシステムがいち早く実現されることになった。しかし、フォード自身は後に、我々自身の研究の結果であって、テイラーの構築した手法を意識して導入したわけではないとコメントし、テイラーとの関係を否定している。複雑な作業工程も、要素ごとに分解すれば、 ほとんどが単純作業の集積であり、個々の単純作業は非熟練労働者を当てても差し支えなかった。作業工程はベルトコンベヤによって結合され、熟練工による組み立てよりもはるかに早く低コストで、均質な大量生産が可能になった。1914年にはハイランドパークでのモデル T 量産手法はかなり高度な段階に達していた。 流れ作業方式による複数の製造ラインを完全にシンクロナイズし、最終組み立て段階で合流させて計画通りの完成品とする生産システムが完全に実現した。フォードシステムといわれる能率的な大量生産システムの具現化であった。シャシーを1階で、ボディを2階です。それぞれ組み立て、2階建てラインの末端でスロープを使ってボディを下ろし、 シャシーに仮装するというハイランドパーク工場の生産光景は写真等でよく知られるが、この2階建てラインは1914年から見られるようになったものである。1908年の製造開始当初、1台あたり14時間を要したモデル T シャシーの組み立て所要時間は、1913年からのベルトコンベアかとその後の改良で、 1914年4月には1台あたり1時間33分にまで短縮されたと伝えられる。1917年にはさらなる大工場、リバー・ルージ工場の建設が始まった。自前の製鉄所まで備えた広大な工場敷地内では、工材に至るまでの一括内製が行われ、膨大な台数のモデル T を均質に量産できる体制が整えられたが、この工場が 本格稼働するのは1920年代以降である。日給5ドル宣言と労働者の実情ヘンリー・フォードが日給5ドル宣言を行ったのは1914年である。単純労働者でもある程度継続して勤務すれば当時の賃金相場の2倍程度に値する日給5ドルを支給するという驚くべき爆弾宣言であった。当時、熟練労働者の存在価値が低下しつつあった。 フォード社では、特に熟練層からの不満が高まり、離職率も高くなっていた。そこで、フォード社の営業担当者だったジェームズ・クーゼンスが、労働者の定着率向上のために待遇改善を提案したところ、ヘンリー・フォードは、ワンマン経営者らしく、差したる数値の裏付けもないままオーバン振る舞いを決定した。日給5ドルは年収なら1000ドル以上になり、当時、 モデル t 一台を購入してもなお労働者の一家がつましい生活を送り得る水準である。当然ながらフォードの工場には就職を希望する労働者が殺到した。だがその高級は生産ラインでの単調な労働に耐えることの代償だった。生産ラインを着実に動かすことが優先され、工場の稼働時間中、労働者は生産ラインの進行ペースに遅れることなく、 刺激を伴うことのない単調な作業を休みなく続けなければならなかった。報道工場の労働者はむしろ通常の工場、労働以上に肉体面、精神面での著しい負担を強いられることになった。このため実際には5ドル支給時期に達する以前に職を辞する未熟練労働者も多かったが退職者が生じても日給5ドルに引かれる。 新たな就職希望者は後を絶たなかったため、すでに単純労働の膨大な集合体と化していた、フォードの生産体制に支障は生じなかった。モデル T の大量生産の理念には、このように過酷な現実があった。流れ作業方式は、後には、チャールズ・チャップリンの映画、モダン・タイムスなどで風刺され、人間を生産システムの一部として、機械同然に扱う。 非人間性の象徴ともされるようになる。そして、フォード社は、労働者らによる、労働組合運動に対しては、デトロイトの自動車メーカー各社の中でも、とりわけ冷淡かつ暴力的な手段で厳しく対処したのである。モダンタイムスその一方、流れ作業方式に代表される、大量生産システムの発展によって、生産効率が著しく高まったことで収益が増大し、 非熟練労働者にも給与の上昇という形で還元されるようにもなった。過処分所得の大きくなった少なからぬ労働者がフォードモデル T を所有するに至った。それは労働者階級を含む巨大な大衆層を担い手とした大量生産、大量消費時代の先触れであった。未曾有の量産記録と低価格化1924年、フォード社生産類計1000万台達成時の 記念写真。ヘンリー・フォードの両側に1896年の最初のガソリンエンジン試作車と1000万台記念のモデル T が並ぶ。この時モデル T の生産ペースは絶頂期にあったモデル T の年間生産台数は1910年の18600台強から1年で50%から100%の割合で爆発的に激増した。 イギリスでの組み立てが始まった1911年年間生産台数は34,500台以上であった。ハイランドパーク工場で流れ作業方式が開始された1913年には年間生産台数は16万8,000台以上となる。1916年には53万4,000台弱に伸び、1919年のみ第一次大戦後の終戦不況の影響で、 生産量が減った他は年々増加した。1921年には年間生産台数は99万台弱を生産し、翌1922年には121万台を超えて100万台オーバーの大台に達した。そして1923年には1年間で205万5300台以上を生産してピークに達する。その後、 減少傾向をたどるものの、生産中止前年の1926年時点においても1年間で163万台弱のモデル T が生産されていたのであるから、いかに圧倒的な生産体制であったかが押し測れる。一時、アメリカで生産される自動車台数の半分以上が、フォードモデル T だった。この膨大な規模の大量生産体制によって、モデル T の価格はひたすら下がり続けた。 モデル TT の開発と商用、農業分野への事業拡大モデル T のシャーシ後部をオープンタイプの荷台、またはクローズドタイプの過失とした小型トラック的モデルは、モデル T の普及途上で、早い時期から市場での改造で出現していたが、元来小型軽量であったモデル T では、ヘビーデューティーな用途に適さない嫌いもあった。これに対しフォード社はより本格的な商用モデルを、 公式に供給するため、1917年、モデル T をもとに、シャーシとスプリングを強化して、ロングホイールベースとし、ウォームギア駆動の低速ファイナルギアを備えた、コマーシャルシャーシ版の派生型、モデル TT を開発、市場投入した。TT には、モデル T 同様の大量生産手法が活用され、また特にコストのかかるエンジンと変速機について、モデル T と、 互換仕様とし、量産効果を高めたことで、先行各社の同級のコマーシャルシャーシに対して、競争力のある価格が打ち出せた。1トントラックシャーシとして設計された TT は、速度こそ遅かったが、モデル T 同様の頑丈さと扱いやすさを兼ね備え、フォードは商用車部門でもシェアを一挙に獲得した。市場のボディメーカーの手で様々な用途の貨物用ボディを仮装され、 貨物用にとどまらず小型バス等のベースとしても、汎用に利用されて、1927年に、モデル T と共に製造が終了するまでに、延べ150万台が生産される成功を収めている。なおモデル T の生産台数1500万台には、一般に、この TT 系の生産台数も参入されている。並行して、ヘンリー・フォードは宿願である農業機械化のために、 トラクター量産化にも乗り出していた。フォードモーターからは別会社として設立されたヘンリー・フォードソンでは1916年に 20HP 級のフォードソントラクターモデル F を開発した。ガソリンケロ診療用の直列4、気筒エンジンブロックと後部ギアボックスユニットを結合しフレームレス一体シャーシとして機能させるその画期的レイアウトは その後世界各国の内燃機関トラクターの班となった。モデル F は1917年からやはり大量生産方式による低価格で市販され、内燃機関トラクターとして史上初の商業的ベストセラーとなった。このように1910年代のヘンリー・ホードは大量生産技術を駆使し、大衆車、商用車、農業トラクターというそれぞれに 2階の巨大需要を要していた市場の開拓、制覇に成功し、1台で企業帝国を築き上げた自動車王として世界的な著名人となった。その莫大な資金力によって、1922年には経営難に陥った高級車メーカー、リンカーンモーターカンパニーを救済馬収、自社参加に収めている。全時代化へ、ヘンリー・ホードは1920年代に入っても、 自らの製品をより廉価に、より大量供給する生産システムの革新に、ひたすら邁進したが、一旦完成した製品そのものの革新には、無関心であった。ヘンリーは、モデル T はすでに完成した、完璧な製品であり、代替モデルを開発する必要はないと、カくなに信じ込んでいた。そのため、モデル T は、紹介量を加えられるだけで長く、 抜本的なモデルチェンジを施されなかった。ヘンリーの息子、エドセル・フォードは、1919年に、フォード社社長に就任したが、叩き上げの父ヘンリーと違って、高等教育を受けたインテリで、幼少期から自動車に親しみ、自動車技術の改良発展や、カーデザインのあり方に対して優れた見識を身につけていた。エドセルは、フォード社の経営を広い視野から判断し、 1920年代、早々の時点で、モデル T には、抜本的改革、モデルチェンジが必要だと考えていた。また、フォード社の中でも将来を見る、目のあった幹部たちや、他社との販売競争にさらされている、少なからざる参加ディーラーも、同様な考えを抱いていた。エドセルは単なる温蔵師ではなかった。社長就任からほどなくフォード社が買収したリンカーンを、て直すため、 名門コーチビルダー仮想のボディを乗せて高級車市場にアピールする策で商業的成功を収めている。さらに後年、リンカーンブランドでは流線型の量産型高級車、ゼファーを1935年に、さらにそれをベースとして市場屈指の美しい自動車と言われる高級パーソナルカー、初代リンカーンコンチネンタルを1939年に生み出し、 並行して1938年には新たな中級者ブランドマーキュリーを立ち上げて、フォード社で長年手薄だった中級者部門拡充を成功させるなど、エドセルには先を見据える着実な手腕があった。ヘンリー・フォードも高級車部門の運営は、早くからエドセルに委ねるようになっていった。だが、エドセルをフォード社社長職に据えたのも名目のみで、 なお会社経営の実験を握り続けるヘンリーは、フォードブランドの大衆車生産では、周囲の中国や意見にも一切耳を貸さず、モデル T の継続生産にこだわり続けた。その実、モデル T の問題点は、時代の変化に伴って顕在化しつつあった。性能低下モデル T 自体のもたらした自動車の大量普及によって、アメリカでは道路整備が進展し、 舗装道路も年々増加していた。それは取りも直さず自動車の高速化とエンジンの高張力化を招いた。しかし、道路のほとんどが未舗装であった時代に、基本設計されたモデル T は、ロードクリアランスが高く取られて腰高であり、またそのシ,ャシーも、軽量車体を未舗装路で低速走行させるには適当であったが、重量のある車体を高速走行させるには、不適合であった。 1920年代、高性能車は6気筒から8気筒、12気筒といった多気筒エンジンを搭載するようになり、最高速度は70から80マイル、H に達するようになった。4気筒大衆車でも、性能向上で55から60マイル、H に達するものは珍しくなくなっていた。これに対し、モデル T の速力は40から45マイル、H がせいぜいであった。 加えて装備品の充実に伴い、車重が増加し始めた。基本モデルのツーリング型で1908年当初1250ポンドであった、車重は、電装部品の追加装備や、内外装のグレードアップで、年々増加し、1916年型で1400ポンド、1918年型で1500ポンド、1923年型で1650ポンド、 1926年型では1728ポンドにも達した。さらに、第一次世界大戦後には、屋根付きのクローズドボディが市場の主流となっていく。モデル T のクローズドボディモデルは、オープンボディのツーリング型に比べ重量が200から300ポンドも増加したが、エンジンは一貫して 20HP、変速機も二段式のままであり、ドライブトレーンの性能が、 車重に釣り合わなくなっていった。1920年代、ティン・リジーは絶対に追い越せない。なぜなら何台追い抜いても、先に別の T 型が走っているからだというジョークが生まれたが、台数の多さと同時に、極め付きの鈍足であったことをも物語っている。経営、販売戦略の立ち遅れ絞れシリーズ490。社名は、 当時の販売価格が490ドルであったことから、モデル T の優勢ギアに対して3段ギアボックス、さらにオフエンジンを搭載また、モデル T は、ボディ形態のバリエーションは、非常に多かったものの、どれも実用を第一としたエナメルの黒塗り一色で、あり、後期には、デザイン面での魅力を欠くようになった。 ボディデザインもそれなりのアップデートは図られたが、時代遅れの腰高なシャシーでは、自流に即したデザインのボディを仮装することも、デザイン上のバランスと技術の両面から容易に、叶なわなかった。競合他社は、性能面も、さることながら、自動車の、ファッションとしての面をも重視した。競合メーカーである、ゼネラルモーターズは、自社の大衆車、シボレーに、 多彩な塗装を用意するなどの戦略で、ユーザーにアピールしていた。また、スタイリングにも配慮がなされ、モデル T よりも低重心で、高級車を思わせるデザインが取り入れられて、商品性を高めた。1923年に GM 社長に就任した、脱腕経営者、アルフレッド・スローンは、大衆がより上級の商品、より親身のある商品に惹かれることを理解していた。 たとえ廉価な大衆車であっても、高級車を思わせる形態やメカニズムを備えることで、商品力は高まり、単なる実用車に飽き足りない消費者の関心を引きつけることができた。元来、経営危機に陥った GM の再建に、外部から GM 入りしたスローンは、企業経営管理に精通したビジネスマンであり、自動車会社経営の最終目的は、自動車を作ることではなく、 収益を上げることであると冷徹に見切っていた。スローンは巨大な企業組織をシステマティックに統括する近代的企業経営手法を構築し、綿密な市場調査と生産量のコントロール等を伴った高度な販売戦略を進めることで GM の着実な利益確保を図ろうとした。この機とは1920年代を通じて着々と成果を上げていた。対して、 ヘンリー・フォードは GM 等の手法を批判的に見ていた。ヘンリーはフォード社の先制君主として君臨し、モデル T を安く大量に生産、販売することのみに邁進していた。より安ければ当然よく売れ、またその普及が社会への還元にもなる、という古い時代の単純素朴な方式思想が背景にあった。また、競合他社はカップ販売を導入して、 収入の限られた人々でも上級モデルを購入しやすくし販売促進を図ったのに対しフォードはカップ販売の導入でも出遅れた。農民の家庭に生まれ育ち拡張主義に代表される保守的倫理観を持っていたヘンリー・フォードが借金としての一面を持つカップ販売という手法を道徳面から好まなかったためである。だがそのような旧式な方針では 低価格化や収益確保、販売促進の面で、いずれ限界を迎えることは避けられなかった。自動車自体の商品性以外に、経営手法の面でもフォードは、時代遅れになりつつあった。自動車市場と経済システムの双方が成熟するにつれ、フォードの姿勢は時代にそぐわなくなっていったのである。モデル T の体調を絞れエスペリアシリーズ系。 1927年には生産台数で T 型フォードを抜き世界のベストセラーカーとしての地位を確立1920年代中期の GM のマーケティング戦略はさらに先鋭化しシャシーは前年型と共通でもボディデザインに年度ごとの新味を与えるモデルチェンジ制作を用いて在来型を意図的に陳腐化させることが行われるようになった GM が打ち出した この商品戦略は、競合他社も、イヤーなしに取り入れざるを得なくなり、1970年代まで、アメリカの自動車は、1年ごとにボディデザインを変化させる、ことが当然となった。シボレーが年々スタイリングを変化させ、時代の先端を行くデザインで大衆にアピールする、一方で、根本的に古すぎ、普及しすぎたホードモデル T は、著しく陳腐化した。 安物的存在に出していった。モデル T の大量生産によって、1920年代に入ると、さほど浮遊でない大衆層にまで自動車が普及し、アメリカの大衆車市場はすでに飽和状態になっていた。このため新規需要に変わって、買い替え需要が自動車需要の大型を占めるようになった。いざ買い替えの段になると、最新型でも旧型と差したる変化のないモデル T を、 好き好んで乗り換えの対象とするユーザーは多くなかった。初めての自動車がモデル T だったユーザーも GM など競合他社の斬新なニューモデルに惹かれ古いモデル T を下取りに出して他社の新車を購入するようになった。商品性に歴然とした差があったためユーザーは100ドル、200ドル程度の価格差はさほどい,いに返さなかったし、 セルフスターターや屋根付きボディなどのオプションが付けば価格差がより縮まるためモデル T の競争力は削がれた。モデル T も1925年からはオプションで競合他車並みのバルーンタイヤが設定され1926年には黒以外のボディカラー3色をオプション設定するなど遅ればせながら対抗策を打ち出したがより強力なエンジンと比較的扱いやすい。 コンスタントメッシュの3段変速機、安全性確保に効果のある4輪ブレーキを備えたスマートな競合車が多く出現する中で、非力なエンジンと2段変速機装備で、後輪ブレーキのみの鈍重なモデル T は、商品寿命が尽きていることは明白であった。フォードモデル A 横キリーフスプリング式のサスペンションは、T 型同様だったが、大幅に近代化され、 リンカーン風のスタイルを備えたシボレーモデル AC、インターナショナルフォードのモデル A を迎撃するように、同級の価格と排気量で1クラス上の6気筒、50HP エンジンを搭載、商品力で差をつけた、ここに至ってワンマンのヘンリーフォードも、ついにモデル T の撤収を決断せざるを得なかった。1927年5月26日、 ハイランドパーク工場で1500万台目のモデル T が完成した、その日、モデル T の生産は終了したのである。ただし自動車用以外の用途を想定した、モデル T エンジンの生産は、同年8月まで続行され、T 型部品の生産も続けられた。アメリカ本国及び諸外国で19年間に、生産されたモデル T 及びモデル TT の累計生産台数は1。 500万7-033台であり、1972年2月17日に、フォルクスワーゲンビートルが、累計生産1、500万7-034台を達成するまで、約44年9ヶ月にわたって、モデルチェンジなしの史上最多量産車の記録を保持した。モデル T4 気筒エンジン単体の製品寿命は、驚くほど長く、 ハイランドパーク他の主力工場が新型車生産体制に移行した後も実に1941年8月まで産業用エンジンとして生産が続いた。ヘンリー・ホードはモデル T の製造終了時点まで後継モデルのことを全く考えていなかった不死がある。経営面への影響を考慮すれば異例を通り越して機械なまでの無神経ぶりであるがその結果同年末近くまで 約半年以上、フォードの大衆車の生産自体が途絶することになった。巨大なリバールージ工場は機能停止し、2億ドル以上とも、言われる創業停止コストが発生した。販売店への新車供給は9ヶ月も途絶し、一方的に供給を断たれて、経営に急使した、フォード系列のディーラーには、フォードとの契約を解除してたメーカーの代理店になる、事例が続出したという。 フォードの調略と GM の首位獲得フォード社で、ヘンリー・フォード自らの人頭式により、急ピッチで新車開発が進められたが、新型試作車1号車がようやく完成したのは1927年10月21日で、その時点でモデル T の生産中止から約5ヶ月が過ぎていた。その後1ヶ月で130台以上の増加試作車を製作しテストするという強行軍の末、 1927年12月2日、全米の注目の下に、モデル T の後継者、フォードモデル A が発表された。それは、モデル T に倍する 40HP4 気筒エンジンと、標準装備のセルフスターター、一般的な手動三段変速機、機械式四輪ブレーキを備えた、モデル T 類似画が大幅に強化されたシャシーと、専業ボディメーカーのブリックス及び、 マーレイの仮装によるリンカーンの影響が強いボディを持つ当時の大衆車として一級の水準に達した新型車であった。オッテ TT に代わる商用車足についてもより商用向きに大型化、重積載特化した四段変速のモデル AA が新たに開発され商用車市場の維持とエンジン供用による量産効果確保が図られた。だが肝心の生産設備が 新型車用に切り替えられ、モデル A の本格的な量産が始まったのは、翌1928年に入ってからであった。フォード工場のあらゆる生産設備は、それ以前に生産されていたモデル T、TT のために、徹底して最適化されており、大階層を用したからである。GM は、このフォードのモデルチェンジに用した、長すぎる感激を見過ごさず、死亡ー車の販売構成をかけた。 それは他社も同様でハドソンの大衆車エセックス、新興のクライスラーが送り出した新ブランドの大衆車、プリムスもこの時期大いに新調した。アルフレッドスローンはこの長期創業停止が報道者の異様な調落を招いたと評している。モデル T を葬った1927年から28年に報道者が陥った危機は一般の企業であれば倒産していたような事態であった。 発表されたフォードモデルへそれ自体は、堅牢で、実用的、かつ市場競争力のある大衆者で、後世からも当時における名作と評価される。GM のスローンも当時、流行に左右されない実用者、というヘンリー・フォードのポリシーを具現化した立派な、小型車だと思った胸高年回想しているが、それは、GM のさらなる反撃につながった。 1928年に発表された、シボレー1929年または、中級車同様な直列6気筒エンジンを搭載した、画期的モデルで、4気筒のフォードモデル A をしのぐ性能を達成し、GM は、大衆車市場の主導権を引き続き握った。そして1929年以降の、大強行時代においては、GM が辞儀を得た。 生産調整に早期に踏み切ったことで不況に対処できたのに対し、フォードは生産調整等に類する適切な利益、管理手法を怠ったことによって大きな損失を生じさせる結果となった。ヘンリー・フォードのポリシーを現実と妥協しつつもできる限り維持しようとしたモデル A は実際には GM が導入していた年次変更の圧力に競争上や王なく同調せざるを得ず、 1930年型のビッグマイナーチェンジを経ても、1932年に V 型8気筒エンジンを導入した後継者、モデル B 経営移行するまでの4年間しか生産できなかった。モデル T 最盛期のように、良い車を大量に供給するだけでは、自動車会社の経営は成り立たなくなった現実が冷徹に示されたのであった。1920年代マイナス30年代、 このような推移を経て、アメリカの自動車産業界におけるトップの座はフォードから GM へ移行し、それは自動車業界の固定したパワーバランスとして長く向上化した。フォード社はモデル T と共に大きく発展したが、最後にはそのモデル T によってつまずくことになったのである。マスプロダクションの極地を実現したフォードは、やがて大量生産の限界に行き着き、 自ら招いた時代の変化に乗じた GM に企業としての主要を譲らざるを得なかった。その過程はモデル T の20年にわたる長い生産史から如実に伺い知ることができる。モデル T のカットシャシー。1917年式右ハンドル仕様。急交通博物館像。1920年代 -1930 年代に東京。 田無市町にあった東京自動車学校で教材として用いられ1991年に関係者から博物館に寄贈された。現在はトヨタ博物館に対応され一般公開されているモデル T の全車軸周り。固定軸を横置きリーフスプリングで指示。前輪ブレーキはないモデル T の5車軸周り。固定軸の横置き板羽根指示は全軸同様。 作動ギアは傘歯車を使用モデル TT の作動ギアケース部分。ウォームギア駆動になっているモデル T のステアリング。中央部が盛り上がり、ステアリング下にはスロットルレバーと点火時期レバーが付くモデル T は1908年当時において必要とされる性能水準を十分に満たした自動車であり、大量生産と大衆ユーザーによる実用等を念頭に置いた。 独創的で非常に完成度の高いメカニズムを備えていた。ただ、あまりに長く生産されたことが末期における全時代化とそれに伴う衰退を招いたに過ぎない。操縦が容易で悪路で必要とされる耐久性、等波性を満たし、また基本的な工具とマニュアルだけを頼りに素人でも相当部分を修繕できるように配慮されていた。モデル T は 電気や電話が届かない返地に住まう人々にも提供される乗り物であり、トラブルが起きても極力ユーザー自身の手で修繕できることが必要であったからである。1900年代後半にはすでに一般化していた鋼材によるはしご形フレームをベースとするレイアウト。直列4気筒エンジンを縦置きにしてトルクチューブに収めたプロペラシャフトを開始後輪を駆動する。 前後とも横を切りイフスプリングで固定車軸を支持するという構造ともども強度を考慮したもので初期の自動車として手堅い設計である。トルクチューブドライブの採用は軽量化策とは相反するものの駆動系の可動部品全体を保護し耐久性を高めるメリットがあった。フレーム自体は設計された時代を反映し低床化を考慮しないストレートなものでかなり腰高。 高重心である。とはいえ、当時の悪路に対する、ロードクリアランス確保の面からは理にかなっていた。この構成自体は、在来モデルである N 型を踏襲したものであったが、バナジウム鋼など、新しい材料を採用し、また、圧縁部材を駆使するなどして、全体に軽量化、強化されている。後年の自動車に比べれば相当に細身の鋼材を、 用いたシャシーであるが、その当初には軽量なオープンボディの仮装を前提としており、定員最大5名程度の荷重なら問題なかった。一方、1トン積みトラックとしての荷重を想定したモデル TT シャシーでは、スプリングともども相応に強化されている。積載荷重の構造的限界を超えると、シャシーやスプリングより先に誤車軸が破損するような強度設計になっていた。 車軸破壊なら、シャシースプリングの破損と異なって、再起不能な致命的破損ではなく、後部を吊り上げて、レッカー形陰回送もでき、5車軸交換のみの迅速な修理が可能で、巧みな配慮である。この設計は計算でなく、強度の異なる車軸を何種類も試作して様々な負荷をかけることで破損結果を得て導き出されたものであった。レイアウトでは、従来のフード車は、 右ハンドル仕様であったのをモデル T から左ハンドル標準仕様としたことが大きな変更点である。初期の自動車業界ではステアリング位置に定見がなく実際の道路交通に関係なく車体外側のレバーを操作するのに都合が良い右ハンドルが多かったがヘンリー・フォードは右側通行のアメリカでは左ハンドルの方が操縦上の見通しから都合が良いと判断して この変更を行った。フォードの量産による普及も手伝って、以後自動車の左ハンドルはアメリカで一般化していくことになる。なお、モデル T はイギリスに代表されるミニハンドル標準の国々に輸出することを配慮して、ミニハンドル仕様への設計変更も可能な構造であり、実際にイギリス工場生産者や日本工場組み立て車などはミニハンドル仕様で製作されている。 サスペンションの変更点として N 型では後軸が縦置きリーフスプリングであったのに対し前後ともスプリング点数を減らして簡略な横置きリーフスプリングに変更されたことが挙げられる。フォード社は以後横置きリーフスプリングの固定軸を用いることに長く固執した。縦置きリーフスプリングを用いていた競合メーカー各社が やがて前輪の独立喧嘩をも続々と標準化し始めた1930年代を過ぎても、フォード車では量産高級車であるリンカーンゼファーや中級車、マーキュリーを含む主力乗用モデルのほとんどが前後輪とも横置きリーフスプリング固定軸のままであった。頑丈だが急平なこのサスペンションはリンカーン系の一部最高級モデルを例外としてフォード車の基本仕様であり続け、 これが廃されて、前輪独立喧嘩が導入されたのは実に1948年であった。作動装置の駆動は、乗用車用モデル T 車シ C シでは通常の傘歯車を使用した。ノーマルなモデル T の最終減速比は3.63、1だが、産地向けに若干低速設定とした減速比4.0、1のバージョンも用意された。一方、 エンジンやトランスミッションを共用するトラック用 TT シャシーは最終減速を大きくすることで牽引力を確保せねばならないため減速比を大きく取りやすいウォームギアを使った最終減速比7.25-1を,を標準としたがやや高速軽量向けな減速比5.17-1のバージョンも用意されたホイールベースは通常型のモデル T シャシーが 約99インチ。モデル TT シャシーは積載性を考慮して約2フィート長い124インチであった。タイヤは末期型オプションのバルーンタイヤを除き直径30インチの高圧空気タイヤが標準で用いられた。モデル T シャシーは互換性を考慮し前後とも同一サイズタイヤとしているが、モデル TT シャシーは後輪荷重に考慮し後輪には 太いタイヤを履く仕様となっていた。全長はボディ仕様により、ホイールベース車輪系アルファーで、おおむね3.3メートルから3.6メートル程度と、まちまちであった。フロントバンパーのない1900年代の自動車の多くに共通するディメンションで、フロントは全車軸から、前輪の半径分前方がそのまま先端であったが、後部はボディ構造次第で相当にオーバーハングを延長でき、 バリエーションが多彩だったからである。ステアリングモデル T のステアリング及びハンドスロットル周りの図解。フォード社による1919 19年発行のマニュアルより、ステアリングは、シャシーから斜めに立ち上げられた太い交換のステアリングコラムのみで指示される。特徴としては、普通の自動車なら、全車軸間近にステアリングの減速ギアを配置するのに対し、モデル T では、 ステアリングコラムの最上部、ステアリングホイール直下に優勢歯車式の減速機構を備えていた点である。このため、普通の自動車であれば、ステアリングスポークはホイールに対して平面か基部が奥まっているところ、モデル T では逆に基部がドライバー側にわずかに飛び出し、4本のステアリングスポークは若干垂れ下がっていた。かねてから優勢歯車を好んでいた。 ヘンリー・フォードらしい変わった手法で他にはあまり例のない形態である。ブレーキ装備されたブレーキは後輪のドラムブレーキと変速機に一体化されたドラム締め付け式のセンターブレーキである。メインはセンターブレーキの型でプロペラシャフト5車軸を介して後輪ウェイの制動力として採用した。後輪のドラムブレーキはもっぱらパーキングブレーキである。いずれも 最後までワイヤーやロットを介して作動する単純な機械式であった。制動能力は当時としてもさほど優れていたわけではなかったが、モデル T の現役時代は現代より交通量がはるかに少なく最高速度も40マイル H 程度でもあったため十分用は足りた。自動車の前輪ブレーキが一般化したのは1920年代以降安定して機能する。 油圧ブレーキが広まったのは1920年代後期以降であり、エンジンの吸気負圧を利用したブレーキサーボが大衆車に広まり始めたのは1930年代以降のことである。モデル T はその生産期間を通じて前輪ブレーキや油圧ブレーキなどの近代的装備を持たなかった。当時のフォード社では車両に搭載するエンジンについてエンジンと呼ばず、 パワープラントと称していた。モデル T のエンジンはそのキャラクターの素朴さからすれば動力発生装置という故障も適切であったが、設計自体は1908年時点においては進んでいた。そのまま19年間にわたり、ほとんど細部の改良と若干の仕様変更のみで大幅なパワーアップもなく生産続行された。エンジンスペックモデル T の4気筒エンジン及び、 優勢歯車変速機ユニットの断面図。フォード社による1919 19年発行のマニュアルより、モデル T のサイドバルブ4気筒エンジンを、車両右側面の9排二弁側から、低い位置にアップドラフト型のシングルキャブレターを配置、電装系は写真左手のダッシュボード内に配線、エンジン前方となる、右手下部には1917年からオプションとなった。 電動セルフスターターも見えるモデル T のエンジン周りのカットモデルを車両を左側から。ダッシュボード後方には、電装機器を収めたボックスがある、水冷直列4気筒3ベアリング式、サイドバルブ、ボアストロークが3.754インチのロングストロークで、排気量 2896cc、交渉出力20から 24hp、 1400から 1800rpm という性能であった。最大トルクは 11.3kgm、1000rpm として低速域での扱いやすさを重視し、長時間の運転にも耐える実用型エンジンである。その基本設計は、モデル N のストローク延長型とも言うべきものであったが、実際には完全に一新されていた。当時の多くの自動車メーカーでは、四気筒、 6気筒エンジンは、鋳造技術の未熟のために気筒単位でブロックを構成しており、ヘッド部がブロックと一体のノンデタッチャブルヘッドだった。これに対しモデル T のエンジンは、いち早く4気筒一体のブロックを実現し、ヘッドも脱着可能なデタッチャブルヘッドとして、生産性、強度、整備性の面で有利な構造とした。まさに当時最先端の設定である。このために、 フォードは4気筒を同時にボーリングするための専用工作機械を開発している。一方、エンジンブロックとクランクケース、変速機部分のケース下半分を一体化し、エンジンと変速機でオイル周りを共用として頑丈かつコンパクトに仕上げた。圧縮比は3.98とこの時代の技術水準に応じて低かったが、当時の低億単価なガソリンに適合し、 手動クランクによるエンジン指導も容易になっていた。通常型のモデル T はこのエンジンにシングルキャブレターを装備して平坦路の最高速度40から45マイル H 程度に達し、ガソリン1ガロンあたり25から30マイルの燃費を達成した。牽引力重視で低速ギア仕様のモデル TT は最高速度25マイル H 未満に止まった。 キャブレターのメーカーはホーリーをはじめ、ゼニスやキングストンなど、当時の主要メーカーが起用されている。エンジン周辺機器点火方式は、永久磁石利用のマグネトー式をメインとしている。始動時のみ、バッテリー電源でイグニッションコイル経由で点火、回転し出したらマグネトを作動に切り替えた。マグネトー式は、当時において作動の信頼性が高いというメリットがあり。 トーマスエジソンの下で電気技術者として経験を積んだヘンリー・フォードらしく堅実な手法である。このマグネートを発電機は出力側のフライホイールにコンパクトに一体化されていた。エンジン始動はエンジン前端に固定された手動クランクレバーを回していった。ジョークレバーもエンジン前方に設置されており、右手でクランクレバー。 左手でチョークを操作しつつスタートできるように配慮されている。後1917年からは電動式セルフスターターがオプションで装備され、女性でも扱いは容易になった。セルフスターターがデルコ社によって開発され、キャディラックに世界で初搭載されたのは1912年であり、フォードのセルフスターターは大衆車の中では一早い採用である。 エンジンの出力、回転数の調整は、ペダルではなく、ステアリング直下のステアリングコラム右脇に飛び出た、スロットルレバーを手前に下げていった。また当時の自動車の例に漏れず、点火タイミングの調整も可能で、スロットルと反対の左側には点火時期、調整レバーがついていた。これは、スロットルと常に同じ角度に下げれば、 ほぼ適切な点火タイミングになる設定で基本的に小難しい操作は不要だった。しかもこれら2本のレバーはステアリングを握ったままで指先を伸ばして操作ができたのである。燃料はポンプなしの重力供給式で最末期を除き、1930年代以前の自動車に多かったボンネット内タンク配置の重力供給でなく、 フロントシート下に横置き配置されたドラム型の燃料タンクから供給された。2座席のクーペ等ではタンクを座席後部に搭載する方式も用いられた。この場合平常はともかく、急な登り坂ではエンジン位置が燃料タンクよりも上になるので燃料が届かなくなる。そのような急坂向けの対処法として、坂道で後部を上にすればタンク位置が高くなる。 だから、リバースギアで更新すればよいという、トンチのような手段が示唆されていた。モデル T のリバースギアが、前進用のローギアよりも、さらに低速よりな変速比設定であることも、この規策の一助であった。1926年モデルでより安定して、燃料を重力供給できるボンネット内タンク配置に移行し、この構造はそのまま後継のモデル A に引き継がれている。 またラジエーター配管は1908年発売当初の2447台が冷却効率を高めるウォーターポンプ強制循環であったがその後はポンプがなくエンジン内での比熱さを利用して自然循環させるサーモサイフォン式に移行したサーモサイフォンは1900年代当時はポンプの信頼性に難があったためむしろ自動車業界では一般的な手法であったが ウォーターポンプ装備が広まった1920年代になってもモデル T ではコスト面とよほどか負荷でない限り自然循環で冷却が間に合ったことから最後までサーモサイフォンを維持したフォードでウォーターポンプが再度導入されたのは後継のモデル A に移行してからであったモデル T の変速機周りのカットモデル全体が一体のシステムになっている様子が理解できる モデル T において最もユニークで独創的な特徴がペダル操作で変速される優勢歯車式の前身2段、後進1段変速機である。この変速機は半自動式とも言うべきもので操作がごく簡単であり、初めて自動車を運転するような人々にも扱いやすく、それゆえにモデル T の普及を非常に助けることになったとも言われている。 操作が非常に簡易であったため、モデル T が生産中止となった1927年には、他社で一般的な3段4段の手動変速機、足踏みクラッチを操作する自信のないユーザーが、あてて、在庫のモデル T を購入した事例があったとも、伝えられる。フォードの優勢歯車変速機1900年代、当時の自動車では、手動変速機による変速という作業は一大事で、あった。 重くつなぎ方の難しいコーンクラッチと、やはり操作が重い上に同調装置が皆無の、原始的な選択殺動式ギアボックスとの組み合わせでは、変速操作一つにも難重を強いられた。シンクロメッシ付き変速機の出現は1930年代、自動変速機の一般化は1950年代以降であり、20世紀初頭には、 ダブルクラッチを用いての自動車運転は必須であった。それは非常な熟練を要し、ひいては自動車を普及させる妨げになった。初期のフォードは変速機について独自のポリシーを持っており、モデル T 以前の市販モデルはすべて優勢歯車による二段式であった。これは優勢歯車ユニット外側のドラムにブレーキをかけるだけでギアの切り替えができ、操作は容易だった。 モデル T の3ペダル変速機モデル T では、この優勢歯車変速機をさらに改良して搭載している。従来のフォードでは、2つのペダルと2組の手動レバーで発進、変速操作を行っており、モデル T も1909年途中まで製造された初期の仙台は、この2ペダル式だったが、すぐにレバー1組をペダルに置き換えた3ペダル1レバーの組み合わせとなり、 以後最後までこれを踏襲した。エンジンと変速機はペダルのセットまで含めた一体のユニットとして構成され生産性の面でも有利だった。モデル T の変速機周りの設計は構成の視点からも注目に値する非常にスマートでコンパクトなものである。エンジン出力軸直後にマグネトーとフライホイールが収まり、 さらにこのフライホイール内側にそのまま優勢歯車のギアセット前半分が収まっている。直後に優勢歯車を制御するためのリバースドラムとスロースピードドラムが連なり、さらにその直後に常用ブレーキ用のブレーキドラムが連なる。スロースピードドラムとブレーキドラムの間には内側に内蔵される形で大小25枚のディスクで構成される多バクラッチが 収まっている。クラッチは、ブレーキドラム直後のスプリングから制御される。つまりモデル T の場合、当時一般の自動車における、エンジンクラッチ選択修動変速機というレイアウトではなく、エンジン優勢歯車変速機、多番クラッチというレイアウトを用いていたのであった。ギアリングは、ローギア約3、ハイギア直結、リバースギア約4であった。 1923年型モデル T の運転席モデル T の運転方法は他の自動車とは相当に異なっていた。しかしその操作は初心者でも手順だけ覚えれば容易なもので、同時期の他社のように非常な熟練を要するということがなかった。ゆえに日本では大正時代通常の自動車用免許、公衆運転免許と別に、 オートバイ及び T 型フォード専用免許とでも言うべき、簡略な、おっつ運転免許が設けられていたほどで、現代日本におけるオートマチック車限定免許を思わせ興味深いものがある。左ハンドル配置の運転席に着座すると、スロットルレバー及び、点火時期調整レバーを備えたステアリングが、正面に、足元にはペダルが三つ並び、足元左側床面からは手前に引いて後輪に、 作動させるハンドブレーキのレバーが立っている。走行中の乗用ブレーキは右側ペダルで作動するセンターブレーキである。スロットルがペダル式でなく手動であることに留意する必要がある。停車中ハンドブレーキをかけておけばクラッチも連動して切れた状態になる。したがってこの状態からなら安全にエンジンを始動できる。始動、発進、加速、減速。 停止エンジン始動スロットルと点火時期の両レバーを半分程度ずつ下げ、チョーク操作の上、手動クランク操作、またはセルフスターターでエンジンを始動させる。発進左側ペダルを半分踏み込んで、クラッチを切断した状態にする。そして、ハンドブレーキを緩め、スロットルと点火時期レバーをさらに下げつつ、左側ペダルをいっぱいに踏み込むと、クラッチがつながって、ローギアに入り、 車は走り出す。加速、巡航ある、程度加速したら、左側ペダルから足を離すことで、ペダルが戻り、自動的にハイギアに切り替わる。以後の速度調節は、スロットルと点火時期の両レバーを同じ角度に適に動かすことで行える。エンジンは低速重視の設定であり、低速域から負荷をかけても扱いやすかったという。減速右側ペダルで、 センターブレーキが作動、左側ペダルを踏み込めば、ローギアに入って、エンジンブレーキが効く。停止減速後、左側ペダルを半踏み位置に戻して、クラッチを切る。ハンドブレーキの操作で、クラッチを切った状態を維持しながら停止させることができる。背の高いシャシー上に、フェンダー、ステップボードを独立して配置し、ボディオーブが絞り込まれた、典型的なクラシックスタイルである。 前方に前輪が突き出し、ラジエーター直下に全車軸が位置する古典的レイアウトであり、リアオーバーハングはほとんどなく、ゴ座型の場合の後部座席は後車軸直上に位置する。独立した後部トランクが乗用車に設けられるのは1930年代以降で、一般的なゴ座のモデル T にトランクというものはない。モデル T の写真としてよく取り上げられるのは、 新中製の大げさなアセチレン式ヘッドライトと光沢があって角張ったアッパータンクを備える新中ラジエーターの正面に大きくフォードのロゴを入れ赤などの派手な色に塗られたいかにも1900年代のクラシックカーらしい用紙のツーリングやロードスターであるこれは1908年から1911年途中まで頃の初期モデルであり実際に流れ作業で大量生産されるように なってからのモデル T は電気式ヘッドライトに地味なソークロ塗りという若干近代化された外観になっていた。その外観の変化は著しく自動車に詳しくない人々がモデル T の初期型と最終型を見比べても基本設計を同じくする自動車と気づくのはおそらく難しいと思われる。製造期間が長期にわたりその用途も様々であっただけに 多彩なボディスタイルが展開された。ボディ1921年式モデル T センタードア、セダン。中央ドアで前後席出入りを共用し、コストダウンを図った、クローズドボディ。ラジエータに至るまでのソークロ塗りは後期型モデル T の典型的用紙といえるご座席で側面の窓を備えず、折りたたみ式のホロを備えた、ツーリング型のボディが、生産期間前期を通じて、 モデル T の主流ボディだった。1900年代の自動車はまだオープンボディが一般的で、モデル T もその例に習ったに過ぎない。初期にはドアを装備したのは後席のみで、前席はドアなしだったが、1912年頃からは前席もドア付けとなった。オープンタイプでは他にクーペレット、ラナバウトなどの2座席モデルがあった。 ラナバウトは安価な2座席オープンモデルで最もベーシックなグレードである。クーペレットはフォードキー型でのみ使われた2座席かぶりオレの名称である。ツーリングのウィンドシールドの構造は上下に分割式で背を低くする折りたたみ式であったが末期型は上窓を開閉して通風する構造となり、シールドの乗る、カウル部を低くするとともに垂直に立っていたシールドを 競合他社のようにわずかに後方に傾けてモダンにしている。屋根と側面ガラスを備えたクローズドボディは1910年代中期以降ロードスターの発展型として二人乗りのクーペボディが乗るようになり相当な台数を売った。またフォード独特の試みに廉価なセダンボディの供給を狙って側面中央に前後席で共用するセンタードアを配置したゴザセダンがあった。 若干が製造されたユニークな例では、リムジン風に後席のみ、完全、クローズドボディ、運転席は、側面オープンとしたタクシー向けのタウンカー型もあった。ウィンドシールドは上下に分割で、上段が前方に開いて換気できる。1923年の最後のマイナーチェンジで、4ドアと2ドアの通常型セダンが追加された。 全ドアは前ヒンジであるが、4ドア車は後ドアが後ろヒンジになり、いわゆる観音開き配置である。後ドア直後にも窓を設けた6ライトセダンであった。重量がかさみ、走行性能は損なわれた。蒸気以外にも、フォード車内、車外を問わず草草のニーズによって多彩なボディ創価が行われた。日本では、1920年代のフォード日本法人の進出以前から、 特にタクシー業界への大量販売が重視された。乗用車については完成車も供給されたが、日本の運輸業界では安全性よりも輸送力が重要視されたため、ボディなしのシャシーモデルとして出荷され、箱型の車体が別途日本国内の車体業者により仮装されることも多かった。ことにバス仕様やトラック仕様とされたコマーシャルシャシーの場合は、 大量人員輸送車両を安価に仕上げることが優先され、運転席付近から車両後部車止後方をはるかに突き抜けるより長い一面床を不完全なアウトリガ状態で作り付けて、その上に車体を乗せる強引な事例も見られた。これは、フォード TT ベースで製作された窓か太郎バスでも同様であった。ボンネット、フェンダー等ボンネットとボディの間の成形は、 初期には行われなかった。角張ったボンネットがフラットなダッシュボードと直に接した形態で、フェンダーも前、後輪上で水平に途切れており、全体に物骨な形態だった。その後、1914年頃からは、ボンネットとダッシュボードの間は、曲面のカウルで成形され、フェンダー前後端も若干伸び、より柔らかいカーブを持った形態となった。 1917年以降、ラジエーターに合わせたボンネット上部の曲面化と、ラジエーターの黒塗りで、外観はややモダンだが地味な装いとなった。1923年以降の末期型は、ラジエーターが高くなった分ボンネットも高くなり、カウル部分の成形もより洗練された。カウルはつには、ベンチレーターも設けられている。末期のツーリングモデルはカウル高さを抑えて、 フロントウィンドシールドを広げたため、従来、モデル T で強かった腰高な印象は、相当に和らげられ、同時代の他写真型車に近いスタイルとなっている。1926年以降の最終期には、オプションで、フロントバンパーも用意された。ラジエーター生産期間中に、幾度か変更を受けた。前期型は、古風なデザインで無塗装の真鍮、後期型はややモダナイズされたデザインで、 プレススチール製であった。大まかには次の通りの変化である。1908年から1912年初期系ラジエーターは、モデル N の形態を引き継いだ、横長の真鍮製である。指導クランクより上に配置された。アッパー体育部には、フォードの飾り文字がプレスされ、また1911年途中までは、ラジエーターコア中央にも、フォードのロゴが貼られていた。角には、 曲線がついている。1912年から1917年、従来型と寸法は、ほぼ同じである。材質の真鍮は踏襲されたが、アッパータンク部が分離構造となり、フォードの文字も、会社の正式ロゴと同じ書体に修正されている。全体に角ばった。1917年から1923年材質を、スチールに変更。 プレス加工で生産性を高めるとともに、ラジエーターも黒塗りとしてコストダウンした。若干丸みを帯び、容量は従来の2ガロンから3ガロンに増大した。1923年から1927年にあや、縦長のモダンな形態となり、下部で2ピースに分割する形態となった。下部には指導クランク棒を通す穴が開けられた。 やはり黒塗りが標準だったが、末期には競合車対策のオプションで、クロームメッキないし銀色塗装を受けた例もあった。ヘッドライト初期にはセチレン、または石油ランプが用いられたが、1913年頃からオプションで電気式ヘッドライトが装備され、1915、6年以降は電気ヘッドライトが標準化した。外見的な区別は容易である。 第一次世界大戦で英仏軍側に使用された1916年式モデル TT ベースの野戦救急車。右ハンドル仕様からイギリス工場生産車、さらに五軸作動装置がウォームギアのためモデル TT シ,ャシーと判断できる。モデル T は欧州戦線での軍用車両としても後半に利用されたモデル T の量産は自動車のマスプロダクションの先駆けであり、 アメリカ国内の競合各社やシトロエン、フィアット、オペルなどヨーロッパの多数のメーカーがフォードの手法に習って大衆車量産に邁進することになった。流れ作業方式に代表されるシステマティックに構築された量産技術は自動車のみならずあらゆる工業製品の大量生産における規範手法となり、かつて熟練工の技術が重んじられていた労働市場の形態にも 計り知れない影響を与えた。また、アメリカ国内におけるモータリゼーションの起爆剤となったことで、アメリカという国の経済、社会システムに著しい影響を及ぼした。鉄道網と馬車によって形成されていたアメリカの交通に新しいベクトルを与え、道路建設をはじめとするインフラ整備を促す役割を果たし、自動車修理業やガソリンスタンド、ドライブイン、 中古車市場、アフターパーツマーケットなどの新たなビジネスを育んだ。都会から未開地に至るまで、ほとんどのアメリカ人の日常生活は自動車によって支えられることになった。品質の安定した実用的な自動車が低価格で供給されたことは、アメリカ以外の国々にも影響を及ぼし、モデル T は世界各国で官民を問わず広く用いられることになった。 1910年代から1920年代にかけ、自動車市場のシェアを、フォードモデル T に接見された国は、少なくない。モデル TT シ,シーをベースに制作された、窓かローバス。旧交通博物館造動車の正面。極めて社腹が狭い1909年に、製薬会社の三協合司会社が、モデル T の正式輸入を開始したが、 自動車に必要なアフターサービス体制が整って、おらずすぐ断念。1910年12月から、東京の1万便社が、分割払いでの T 型ロードスター、予約販売受付を開始したが、これもうまくいかなかった模様である。結局、輸入代理店権限は1911年に、東京にあった、外資継承者のセールフレーザー株式会社に移り、第一次大戦後までは、 同社がフォードの日本総代理店となった。日本初のタクシーは1912年に東京で運行されたモデル T であり、その運営会社、タクシー自動車株式会社は発足時、セールフレーザーから55台ものモデル T を購入している。その後も1920年代まで日本における自動車の主流であり続けた。 県内初の自動車がモデル T であった地域も見られる。道府県ごとに自動車免許制度がまちまちだった時代には、運転の容易さから他社とは別に、ホード専用の免許を設けていたケースも見られたほどで、後には、お寿司免許として制定された。1923年の関東大震災によって、東京市内の路面電車網が破壊された際には、 路面電車を運行していた東京市電機局が、フォード TT シャシーに簡易ボディを乗せた、通称エンタローバスを急増、早くも同年中に運行開始されて、市街地の復興輸送を担った。仙台の発注に対し、フォードが即応できたのは800台に止まったが、それでも緊急輸送手段として、多大な功績を残した。これほど膨大な量のオーダーに即座に応じられる。 自動車メーカーは当時世界でフォード一社しかなく大量生産の威力がうかがわれる。東京市の発注に正規を見たフォードは1925年2月、早くも横浜市に日本法人、日本フォード自動車株式会社を設立してセールフレーザーとの日本総代理店契約を解消、以後戦前を通して日本フォードが日本国内各地の代理店について契約管理、 統括していく。この時点で、日本全国に2万6千台余りしかなかった四輪、自動車のう内報土車のシェアは、乗用車で2位のビューイックの4倍以上となる8141台44%、貨物車に至っては2位のリパブリックその他もろもろを、はるかに引き離す4750台60%という、圧倒的なものであった。製造年代から、そのほとんどが、 モデル TTT ということになる。同年には、横浜に、組み立て工場を設立し、アメリカで生産された部品を輸入して組み立てる、ノックダウン生産が開始され、モデル TTT の完成車及び車 C が、日本市場に大量供給された。2年後の1927年には報道を追って、大阪に、組み立て工場を設立した GM が、シボレーのノックダウン生産を始めている。 モデル T とシボレーが廉価に供給されたことで、タクシーを主とした当時の日本の自動車市場は一時ほとんどフォードと GM によって設計された。モデル T の中古パワーユニットは廉価であったことから、第二次世界大戦以前には低地動力、消防ポンプ用、小型船舶、小型鉄道車両に好んで転用された歴史がある。1920年代には、 中古のモデル T から取り外したパワーユニットをオーバーホールしてアメリカから輸出するビジネスすらあったという構造が簡単な上補修パーツも豊富であり軽便な用途には最適のエンジンであったまた1910年代以降モデル T 向けの四輪駆動キットやサイチェシー DOHC の交換用ヘッドなどがアフターパーツとして作られるようになり特に交換用ヘッドは アマチュアレースでのチューニングに好んで使われた。そして1930年代以降に交流してきたホットロットと呼ばれる過激な改造車趣味においても中古のモデル T が多くベースに用いられた。ありがとうございます。